クリハートありがとうございます。こんばんは、中村舞です。ありがとう。早い確かに早い。ちょっとこの時間に配信させてもらってます。お疲れ、ありがとう。昨日公演ってのがすごく前のような感覚になる。どうですか、余韻はありますか。生誕祭中所要に、いやちょっとね、私もね朝は余韻があったんですけどレッスンをした途端に切り替えないとって思い始めて、まあ、余韻を楽しむのはすごいいいんですけど、やばい次があるとか思ったらちょっとああってなりました。もうちょっと余韻浸りたいってなりました。初見さんありがとうございます。中村舞です。仕事になりませんでした、それは困りますね。大変だ、来年の生誕祭に向けて早すぎ。ありがとう。ちょっとね早い時間じゃけえね、ちょっとこの時間に昨日のお礼はちょっとやめようと思ってます。島から帰ってきた、おお疲れ様。まだ生誕祭中の人もいるかも。ありがとうございます。夜配信、そう夜配信、ちょっと夜配信だって夜配信、いや夜配信はちょっとできんかもしれんけ、今やっとるんよ。できんかったらごめんね。あとばらありがとうございます。自然光、え、そうよ、外が明るくてまだまだ配信。通知できた、ごめんね急にやってしもうて23時には寝てるの。いやそうだね、なんかさ私の配信の時間大体寝てる人多いよね。そうだよね、寝てない人もいると思うけど、朝配信でもいいよ。いや朝はちょっと勘弁してください。もう今日の朝やばかったの、体が重くてなんか体が重いし痛いしで、そうなの、久しぶりだったからかな公演が。ありがとう、あの紫陽花花だれ公園2公演っていうのが久しぶりで、ありがとうしずく。ボーリング、筋肉痛、何の筋肉痛かわからん。多分公演もすごいある。とうかさん行ったか、行ってない、行ってないっていうか行ったわ、行ったけど1日目に仕事っていうかレッスン終わりに1時間だけ行ったかな、それくらいかな。
自分の生誕祭の日もその前日の日も行ってないですね。結局行かなかった。だから屋台はスーパーボールだけして。そうよ、はい、ありがとう。終わっちゃったよ、とうかさん。終わりましたね。ま、ありがとう。もう家に直帰。どうかさん行ったの？実際ありがとう。ありがとう。フラワー、え、聞いてください。今日外出た時になんとフラワーフェスティバルのステージが組み立てられてたんですよ。もうトーカさんが終わった次の日からフラワーフェスティバルの次の週のステージがね、徐々に組み立てられてて、私もうお祭りをまた感じた。わお、早いよね。もう次の日からやるんやと思って。すごい。ステージできてる。なんかステージもいっぱいあるんですよ、そのフラワーフェスティバルが。なんちゃらステージ、なんちゃらステージみたいなのがいっぱいあって。そうなんです。来週はフラワーフェスティバルなので。近いよね。そうよ、雨降らんかったらいいね。ありがとう、初見さん。関東方面来る予定ありますよ。全国ツアーで行きます。全国ツアー待ってます。全国ツアーで行きます。申し込んだ、早い、嬉しい。リオちゃんがコメントしてるんだけど、昨日はマイケルさんの生誕祭に出られて本当に嬉しかったです、大好きです。でね、ショールームでコメントしてるの、なんかちょっと可愛いな、なんかびっくり。コメントしてる。あ、時間的にもね。連絡手段、連絡先をまだ交換しちゃダメなんですよ。そうで、いや、それでも今日来たよ、あの今日あのマネージャーさんから来ました。マネージャーさんを通して会話するんですよ。なんでこれなんかこうやって岡村が言っておりますみたいな感じで、で今日こうやって岡村が言っておりますって来て、そう返したけど帰ったかな。伝わったかな。まるまるって伝えてください。そうなんですよ。岡村さん、そうですよ、岡村中村ムラムラコンビで、ありがとうございます。伝わりました。赤いハートが3つついてる。中村もそう、
申し上げております。そうなんだよ。まあありがとう、洗濯物、部屋干し、部屋干し洗濯ね、早く連絡先を交換したいんです。そうなんですよ。なんでダメなの？え、わかんない。なんかルールがいっぱいあるの。もういろんなルールがいっぱいあるの。返信するよ。しますよ。しますします。糸電話ならオッケー。糸電話オッケー。オッケーよ。返信は、え、どうだろう。速さ。早い方だと思う。え、わかんない。遅いかな。寝てたら遅いわ全然ね、なんか寝る時間ランダムなんよ。え、けんさ、LINE 貯めるか。いやー、でもなんかちゃんと返信したいなって思った時は、なんか本当に真面目な感じでちゃんと考えて返信しないとっていう時あるじゃないですか。なんか何時とか言って、あ、何時だよじゃなくて、なんかこういうこういうのがあってこうなんだけどどう思うとか言われたら、ちゃんと返信しないとってなるじゃないですか。そういう時はなんかちょっと後にしようって思う時はあるかも。なんかちゃんとゆっくりしとる時に返信したいやん。こう外に出とるときにさ、パパパパって返信したくない。ちょっと後にしようみたいなときはあります。これありがとうございます。なんかさ、ソラハがさ、前にさ、なんか LINE でなんかこう返事っていうか、違う、なんか通知がたまったら、なんかこう赤丸にさ、こう何件来てますみたいなのが表示されるじゃん。あの5とか6とかのなんか赤丸、そのアプリのこう右上だっけな、アプリの右上ぐらいになんか赤丸みたいなのが出てくるじゃん。あれがなんか、ソラハがあれが嫌だってすごい言ってて、なんかこれがつくのがすごく嫌だからすぐ返信するみたいな言ってて、あ、バッジっていうの、あれ、そう、あれがついてるのは別に何も気にならなくて、そう。アジさん、ありがとうございます。ソラハタイプ。でもね、なんか貯めるのが嫌って人結構いるよね。表示させん、え、あれ表示させんとかできる？そうなの？気にならんね、私は。ほぼ気にならん。私ね、なんかなんですか、こ通知は基本オンにしてるんですけど、誰からの LINE かは分かんないようにしてあるんですよ。こう上にバナーで出てくるタイプで、でもメッセージありますだけで〇〇っていう内容が全部出ないようになってるんですよね。あのメッセージが来ましたってのだけが出るようになってて、
で、なんかそれをするとすごいワクワクするんですよね。なんかおで開けて、ああ公式 LINE みたいな、なんかすごいあのドキドキ感を味わえるのでそれにしてる、うん、おー公式 LINE だ、あーご飯のお誘いだみたいな、すぐに返事しないといけない要件の時に困りそう。確かにこの時はテルもお願いします。おきちゃん、え、だからさ夜中の4時とか、夜中の4時って、まあ、明け方4時5時に LINE の通知が来たら、ビューって来たら起きちゃうんだろこれって心の中ですごい予想する。これ絶対起きちゃうんだろ、起きちゃうしかないな、この時間に来るってことは、なんかもうクイズ、これは起きちゃうありがとうございます。うん、正解するよこれ。おきちゃんね、おきちゃんはなんだろう、なんかいつ寝てるかよくわからん。おきちゃんも睡眠ランダムだから、あんまいつ寝てるかわからんのよね。なんか眠い時に寝るような感じだから、そうそう、めっちゃ早寝する時もあるし、めっちゃ早寝してなんかもう夜の9時とかぐらい、8時とか9時とかぐらいに寝て朝の4時5時とかに起きてみたいな時もあるし、いや起きちゃん寝てないことはないと思う。そうなの、睡眠ポコ、ポコ太郎は夜行性ですよ。夜行性ポコ太郎。なんかテレビ電話でポコ太郎が戯れてるところをたまに、なんかなんかテレビ電話にしてって言われて、ポコ太郎がなんかすごいポコ太郎と戯れてるんですよ。そのなんか光景をよく見るテレビ電話でね。この間そう犬とテレビ電話したの。実家に犬がいるんですよ。犬とテレビ電話したんですけど、かわいい、マジで会いたくなる、かわいい、元気だけど、なんかその時ココちゃん2人いるんですけど、1人が体調崩してて、なんかなんだっけ、なんか胃腸炎、胃腸炎じゃない、なんかになってたんだよね。なんかになってて、なんかあんまり調子良くなかったらしくて、うん、そう病院行ったらしい。治ったらしい、でもすぐ元気になったらしい。そう、うちの犬は寝てます。うちの犬も寝るよね、犬って寝るよね、めっちゃ
ありがとう、しずく。にゃんにゃん泣くの、うちのワンちゃん。真似できる。本当に犬みたいな犬かみたいな、嘘みたいな犬だな本当になんか犬なのかみたいな犬なんですけど、犬です。でももうこの鳴き方しかしないの。かわいい悲しいわけじゃないと思うんだけどね、なんかね、アピールしてなんか言ってる。あ、アンピーっぽい。アンピーはああアンピー今日ね、コッコさんの T シャツ着ててね、でね、なんかヘアピンみたいなつけたの、 前髪クリップみたいな、それがピオリンだったの、あの名古屋のさ。でさ、なんか鳥で揃えましたって言ってさ、あのコッコさんの T シャツにピオリン、あのレッスン着に、そう、今日は鳥で揃えましたって言ってて、めっちゃ可愛かった。おいいね、鳥コーデだって可愛いって。そんなレッスン意識高いよね、レッスンに鳥コーデ。可愛かったです。なんかいつもはね、なんかポケモンかちいかわなんだけどね、今日はね珍しくトリコーデでしたね。ね、可愛いよね、尊い。ありがとうございます。中村は猫ちょっと犬の話しときながら猫来てる今日は猫。猫です。これあのイコールラブの大谷エミリさんのミリニャさんのやつです。かわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。まだじゃなくて申し訳ない。あーあーあー、ごめんね。ちょっと今ね、今何時ですか、予想しよう。6時半。あ、もう40分ぐらいだったわ。私見てると一日終わりかってなる。私は23時にいつも配信するけんでしょ。みんなおやすみおやすみ、もう寝る時間だね。まだ多分お仕事してる人いるよね。おやすみ、夜ご飯食べた？おやすみ。
あと5時間20分ちょっと待って、恐怖を感じる。あと5時間は5時間5時間はやばいで、5時間もう、あ、なんか残りの3時間ぐらい多分沈黙よ、もうな5時間お、アーカイブ見ますって言ってる人がいる。アーカイブね、私も見ようかな。余韻に浸りま、浸ろうぜ。でもな、なんか自分が喋っとるとこ見るとなんか変な気持ちになるんよね。自分のとこ結構飛ばしたい、あの MC っていうか喋るところは。2MM います？5時間配信せん。なんなら今もうちょっと終わろうかなと思ってたのに5時間しません、しませんよ。耐久。お疲れ、ありがとう。一旦寝てから渡してね。あ、お花ありがとう。すごいいっぱいお花ありがとう。まいちゃんにおやすみがないと眠れません。いいな、ほら、おやすみっていいな、聞いてあげるから。いいな、言ってごらん、ほら、耳出しといてあげるから、ほら、いいな。おやすみ、お、おやすみおやすみ。心気なく寝る。23時57分に再開して、えっえっ57分、3分やん、終わる3分やん。耐久カラオケ配信。いや、私さ、カラオケ一人で歌っててさ、2、3時間で声潰れるんだけど、私だけ？みんなどれぐらいに潰れるんだろう。3時間ぐらいで結構もうちょっと声がカサついてきて、カサカサでんくなる、だんだん。5時間だったらもう最後もあーみたいなになっとるかもしれない。もう全部吐息カラオケみたいな。あ、どうもありがとうございます。
一曲でやばい、あの何ですか、高音ばっかり出す曲とか、なんかそういうのにずっとやってたらもうやばい。自分の声に合った音域に合った曲だったらその持つけど、なんか高音っていうか喉をちょっと使う曲だったらあれかな。アドさんとか、うっせーうっせーうっせーわーってあなたが思うより私歌わないですよ、結構難しくて歌えない歌えません、好きだけど歌えないよ、難しいよ、信じて信じ、いやあれ難しいよね、難しいですよ。岩遊びさんのアイドル、私ねとかねあの誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドルってめっちゃ高いんですよ、そのアイドルの部分が高くて、そこをもうアイドルって言ってたんですよ、そしたらおきちゃんになんかすごい笑われて、なんかその高音が出なすぎて、あ難しいよ、推しの子の主題歌ね、難しい、出ないです、めっちゃ高い、そのファルセットと地声の間のミックスボイスが一個も出ん、得意じゃない、不得意で、あの曲高すぎて出ないね、すごいよね歌えるの、ビーコマチの愛の歌はあなたのアイドル、サインはピースチュおい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 、どうもありがとうございます。昨日ね昼公演はね、あの推しの子ヘアにしようと思ってね星の愛の髪型にねしてたんですけど、でもさりげなだった、さりげなくしてたの実はね、夜は普通に下ろしてた、推しの子ヘアだと思ってた推しの子ヘアにしてた、そうなの、無視だって思ってた、ずっと言ってた裏で中村愛ですっての舞の方がいいね、星の舞です、うん、珍しい時間、そろそろ終わるよ、あ待って、あれだけ見せよう、ちょっと待って、なんとですね、これが今日発売日なんですよ。こちら ST48 の瀬戸内 PR 舞台シーズン2のですね、ムック本
じゃあこちらですね、今日発売で今度イベントがあるんですけど、もう手に入れた？見た？めっちゃ読み応えすごいですよ。もう中身は見せれませんが、すごいです。そうなんです、一人一人いっぱい写真もインタビューもめっちゃあるし、そう、あとはね、なんかね、最後の方にはライブの写真とか MV の時の写真とかが載ってたりします。後ろこんなん見て、これね、多分ジャンプっていうか、せーのピョンって撮った写真、裏面こんな感じです。じゃーん、分厚いね、めっちゃ写真が漏れでした、漏れてたそうなのでね、まだ届いてない、これはね、ぜひね見てくださいね。そう、あの3着着てて、一個はこの PR 舞台の衣装で、2着目が自分のお気に入りの衣装で、3着目があの私服の衣装です。3種類みんな着て撮影してて、こうたんじゃが読んどらんなんで、ね、マジでいっぱい読むとこがあるので、マジでゆっくりできるときにぜひもうじっくり読んでください、お願いします。ありがとう。ということでちょっと終わりたいと思いますちょっとね、ね、ちょっとね、メール送るね、またおやすみ。ちょっと壇上を、トールさん、ココさん、タランボさん、リョンキューさん、おいでませ元気さん、つねちゃんさん、マンモスビアさん、ブンさん、ゆずきちさん、いつきちゃんさん、くまねパパさん、オルフィーさん、たにたにさん、ありがとうございます。おやすみって言える、おやすみって言った方がいいの？おやすみなさいおやすみってすごい、みんな寝るんかい？チェックしてね、オフショット載せんとね。あ、今日のおはようツイートの写真は実はこの中のオフショットなんですということで、皆さんこの早い時間にありがとう。だねー。